どうも皆さんこんにちは、ケッツン中継でございます。ということで今回は、モシンラガンという新武器を使っていきましょう。これはね、モシン大佐とナガン兄弟で作られたロシア連邦じゃねえや旧ソビエトのライフル銃なんですけども、前回私ね、アベルツピストルという武器を使ったと思うんですが、それはこれを銃身をスパッて切り取ったやつですね、のだから前回の武器の原型でございます。これを使ってやっていきましょう。第一次世界大戦、そして第二次世界大戦でもロシアでゴリゴリ現役で使われていた武器ですね。というか主力銃でした。でまあここからいろいろ派生してなんかスナイパー用途に使う武器とかね、そうやって改良されたりしたんですけど、この後にもう本当に今でも現役で化け物の武器 AK-47 というね、武器があるんですけど、それが開発されるまでは、この人っていうかこの武器が現役で活躍しておりました。 AK-47 が出てから、次第に現役を引退していくという形になるんですけど、なんかね調べたらね、ロシアってね常に着剣している状態で、戦ってたらしいんですよ。普通移動するときとかは剣外したりするんですけど、それもすることなく移動するときでさえも常に着剣した状態というわけだったらしいので、今回久しぶりに着剣した状態でやりましょう。まあ銃剣というのはですね、あんまり現代では必要とされていないんですけど、でもそれでも現代の兵隊でも訓練の過程の一つとして、着剣した銃での攻撃とかはねあります。非常に、稀ですけど着剣している状態でないと勝てない、というシチュエーションみたいなのがやっぱりごく稀に存在していて、昔ほど需要はなくなったにせよ今でも必要というわけでございます。はい。でこれね、やっぱりねリロード素晴らしいですよね。前回と一緒で、2発撃ったら、ちゃんと2発撃って、で4発撃ったら1発を、装填されている残り1発を捨てて、5発またクリップで装填するという、ここら辺は前回と一緒ですよね。ここら辺はすごいいい感じなんですけど、俺ねこれねマジねファンタスティック、いやアメージング、アグレッシブ、いやなんて言うんでしょう、ヤンキーですね。ヤンキーやなと思ったのはケイダンの装填方法でございます。これね見てほしい、見て。気づきました？ね、ケイダンの装填方法、いいですか。左手でケイダンを装填するんですよ。普通どうやって装填する？普通にこう装填するでしょ。この人ねこう装填してんねん。見て。マジヤンキーじゃない。マジかっこよすぎかよ。なんでこうやねん、こう入れたらよろしいやん。なんで一回こう回ってくる。これなんならこれ落ちる危険性あるよ、銃弾がね、落ちる危険性あるよ。こう入れた方が安全ちゃうの？これはどういうあれなんかな。スッて。しかもなんか装填するときさ、このコッキング上にあってあげてさあ、ブラーンってしてる状態やん。ヤンキーやね、これほらブラーンってしてる状態、ブラーン。ここ持って支える感じ、マジなんかロシアって感じやばいな、知らんけど。ということで、今回はこれを使ってやっていきましょう。うまいですね。最近私このエメマンっていうやつ飲んでるんですけど、山田孝之が CM してたじゃないですか。こっけーと思ってね、飲みてーと思ってすぐ影響されちゃうから、もう思いのままですよ、宣伝の。あれこれ新マップちゃん、もしかしたら新マップかもかな、俺やったことあらへん、こんな大丈夫かな。わわわわわ、こんな時間帯なのに結構いるやん。さあ早速やっていきましょう。キャプチャーするとこ多いと思ったけどそうでもない。そうでもなかったわ。いやーこういう感じか。こういうラインのさ、マップってさ、新マップとかでも何個か出てたから、別にこんなんまたやらんでもええんちゃう。これだってもう戦線できて一方的に押されるんじゃないのね。え裏取りできひんよなこれ。いやだからこういう風にしちゃうとね。まあもうよう言いません、何回も言ったから。さあ早速使っていきましょう。これやったっけな。さあモシンラガンを使ってやっていきましょう。まあロシアといえばですね、有名なね女性スナイパーがいたんですよ。200人ぐらいねぶっ殺したやつ、公式記録でねいたんですよ。そこに目の前1、くそ、あ、くそ、やべ、くそ、敵からの銃撃、くそ、いいやつらあのシーンを取り手にして、くそ、銃機関銃か、
重機関銃がいるのか。くそ、機関砲を設置してやがるな。 あそこにもやがる。やべ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 、くそ、危ね危ね。おお、かすめやがったぜ。あと1秒、たった1秒。私のキラーン思考回路が遅れていたのであれば撃ち抜かれていた。今頃絶命していたであろう。あそこにいるんだよな、あっちにもいんな。くそが、くそが、くそ、何もできないのか。ダメだダメダメだ、もしながら私に力を貸してくれ。拠点、今マップを見るんだ、全体像見て。くそ、なんだ敵のガスくれねえとか、畜生、こんなところまで。やべ、後ろに入ってきてんね、やつ入ってきてる。倒してくれた、ナイス。やばい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 、一回ちょっと下がろう下がろう。 A 拠点も取られているぞ。これまたボロ負け、クソゲーじゃねえか。 D 拠点に回るしかないね。さあ私は神の一手を仕掛けるしかない。 D 拠点に参ろう。多分ね、もうこれね、何しても勝てないと思う。マジ諦めモードムンムンだよね、うん、いやあのね、ほんとね、 BF1 はね無理だよ、ひっくり返すの。ほんとに無理、決まっちゃうから、最初で分かっちゃうもん。あ、これステージ I やなって。だがしかしそれは私の諦める理由にはならない。前進する。 D 拠点を取ると、お、味方のスナイパー兵がいるな。さあ私たちと一緒に。そう、バレているのか。あそこいた、ナイス、よく敵を葬ってくれた。前進しよう前進しよう、よし、タクタク、フレアタク、よし、 D 拠点誰もいないね。前進しよう、私が D 拠点の中に入る。そう、ロシアにね、有名なね、女性スナイパーいたんですよ。多分ね、映画とかにもなってるはず。そいつの力を借りる。うーん、いるね、大丈夫大丈夫。くそ、おら、なに、おら、おら、よし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 、危ねえ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 。モシンナガンじゃねえ、チクシャ、モシンナガンを使わなきゃ。うーん、まだいるか、大丈夫、やってくれる。ほら、くそ、勝負。ディショタンク、あー、入ってきてんね。やべえ、ワンオンワンか。よしよしよし、ツーオンワン。ちょっと待って、フレアタクは、フレアタク、フレアタク。いや、一人入ってきてるじゃねえかよ。やべやべ、戦車も来てる。うん、あと一発。ナイス、よくやってくれた。いやー、キャプチャーできない。こちら決戦中継、こちら決戦中継。誰か応答してくれ、頼む。敵に囲まれている、チクショウ、一回撤退する。敵戦車か、かなわねえ。私には確かに警団とやらがあるが。おら。おし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 、一人葬った。うん、さあ、一緒に自決しようじゃないか。ガスグレネード投擲よし。おら、くあー、撃てなかった、あれ撃ってたらな、勝ってた。いやー、もう試合に勝ってた、あれ撃てたら。私はあのロシアの英雄、女性スナイパーのようにはなれなかった。私の命はここまでだった。ちんけな一生だった。もともと生まれは日本という小さな島国だったが、何があったのか、私はいつの間にかロシアまで駆り出されて戦争をしていた。哀れな人生だった。でも最後に私はミッションを成し遂げたのだ。え、 D 拠点取った、取ってない。クソみたいなライフじゃねえかよ。んだ、クソ、毎日毎日どれだけ働いても年金とかいろいろ払い終わったらスズメの涙さ。そんなんで一体どうやって生きろって言うんだい。クソ、せめてこのゲームの中だけでも私はそ、勝負しやがれ、私と。いた、うら、よしよし、あと一発、うら、くっそ、もしん中で、イエスイエスイエス、見たか。お前が死ぬ間際、かすかにこめかみにかすった。私のこの7色に光る十字の SR とやらが、めちゃめちゃ押されてんじゃねえか。さあ、まずは B 拠点を取ろう。おっと、いつの間にか私、分隊長に昇進しているではないか。よし、ガスグレネードを展開、展開と同時に前へ。前進、さあ来い、あそこにスナイパーいたね。おら、ビビってんちゃうの、俺に鉛玉食らってビビってんっしょ。お、クリアスポット展開。よし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 、あと一匹いるよ、あと一匹。前進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 、私に任せろ、私にやつをあやめさせてくれ。行くぞ、全ては母なるバースのためにこの一撃でかけるせよ。お前をやるつもりはなかった。いやー、カウント食らった。明らかに俺狙ってたやつと違うやつが、なんか俺のライン上に誰か伏せてて、そいつ攻撃してもうた。そしたらカウンター食らった。これが戦場か。
ちょっとこれもう何これ、マジでクソマップやんこんなん、どないせんちゃうこれ。もう C 拠点とか俺覗いてみたいんやけど。あーウケるわ、クソウケるわ。そうや俺銃剣あったんや、さっき銃剣使えばよかったな。あーウケた、あーおもろいなこれ、めちゃめちゃおもろいやん、もう B4 おもろいやんけ。あれ何あれ、いや敵の戦車、いやこれもう無理じゃねえこれ、こんな開けてるロングウェイさ、どっからでもスナイパーの餌食やん、死ねって言われてるようなもんやろこれ。無理やって、無理、これマジで無理よ。いや絶対無理やってこんな。もう一回 D 行く、いやもうこれクリアできないよ、あのマップが平たすぎて。湧いてくれへん、3人死んでるから。いやちょっとこれ湧いてくれんと無理やで、他に味方が1人ついてきてくれてるけど、あオッケー、2人入ってきてくれた、よしナイス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 、ちょ取ろう D 取ろう、 D 取ろう、 D 取った瞬間にもう G とか下がりたいな、下がろう、よし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 、私たちだけは諦めてないぞ、いい感じだこれね、もうね、あの他の味方ね、多分ね諦めてね、武器のアンロック走ってると思うね、うん、あこれがねやっぱりね良くないんですよ。いやこれねプレイヤーの質が良くないっていうか、そういう風にしてる BF のね運営側が良くないですね。キル数っていうのがね良くない、うん、その武器を持ってポイント制にしたらキャプチャーとかね率先していって入るんやけど、良くないね。俺これ G とか行きたいんやけど、アマンジーとか言ったら湧いてくれんかな、ここ今味方4人死んでるから湧いてくれんじゃね、できることなら早く湧いてほしいけど、あー誰も湧いてくんないね、あーこれ死んだな。あー無駄だ、あー死んだ、いやこれはもうダメですね、うん、ちょっとあのコンクエストするの諦めます。オッケー、私の模型の中で一人葬ったぞ、こっちにもいるね、いたショップ、あーまずい、これまずい、いやーまずい、やべ左からも撃たれてる、ちょっと一回撤退しよう、いやーこれ俺銃剣で回避、危ねえ、よしよしよし、私のこの模型の中の適正距離で戦わなければ、一回リロードして、いやーもう C があっという間に取られてね、いやもう来てる、ちょっと今の外す、OK、危ねえ、戦いにくいな、いやあそこで、よし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 、一瞬入れたった、いや敵の騎兵が来てる、くー、いやマジで無理、どっから、いやほらもうクリアできるわけないもん、こんなもん絶対無理よ。あのねははなんだけど、いやマジでクリアできるわけない、いやあの別にいいんですよ、ああいう感じの作りがポイント的にあってもいいんですけど、これ全体的にやん、しかもねこう裏取りとかできるようなねマップやったらわかんねん、うん、できひんもんこれ固められたらっていう中で、あんな感じが可能になってしまえば実質砂漠の、やべ、くそ、私の経団の鉛玉でほら、よしやつビビってるよ、5のダメージ食らってるから、5のダメージ与えてるから、これが後々効いてくるんや、せいや、イエス、6ですね、なんか徐々に装甲が弱くなってませんか、それとも私のこの鉛玉に覇気というやらが入り込んでいるのでしょうか、ナイス蘇生、よく蘇生してくれた、ちょっと待って、フレアタクはうわ、SS や、これ偵察兵や、なんかライフル銃って聞くといまいち偵察兵って感じがせえへん、看護兵って感じがする、よし、一回リロードして、敵がまだいますね、いっぱい、あいつややこしいな、さあ、お渡しの必殺の経団の鉛玉、せいやくそ、なにランドダメージ1、くそ、どうして、さっきは6もダメージが与えられたのに、私の強さが6分の1に、なぜだ、やつの覇気の方が勝っているというのかい、そんなわけはない、私が情熱で他に遅れを取るなど、うわっ、すまない、私はもうダメだ、ほら、いやあの距離で93か、一発当たれば結構強いね、さすがロシアの必殺の武器、なんか右方向から撃たれてますね、私はそう簡単に死なんぞ、私に鉛を向けたということは死の覚悟があるということだな、いいだろう、なんだあいつ、ほらくそ
やつを野放しにするな。ナイス、よくやった。あそこ怖えな、あのラインちょっと怖え。タイトクがクレア、やっぱりね。私は見逃せなかったと、私はごまかせなかったと。貴様はそういうこと。はいはいはい、あいつ逃げたな。そう、あやっそ、イエス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 、いやー75当てて終わりか。いけるんじゃないこれ。あー遅かったか。無理やな、殺しきれねえマジで。あの戦車うっとうしいな。やべやべ、俺狙われてる。さあ私のケイダンの鉛玉で。やべ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 、いやーきつい。これさ、俺今気づいたんやけどさ、1回目境内入れるときはさ、このあのスって入れ方やけど、一発撃って2発目入れるときはあのちゃんと入れてくれるのね、あの右から。あそういう感じなんや。あそれいいね。はい、ということで、ボロ負け。やばいねこれ、やばい、このマップはマジでやべえわ。でもなんか戦隊527ってもうね、なんか俺感覚麻痺してきたんか知らんけど、あんま大差って上手くなってきたね。割とあるみたいな。いやだからそこをね、あのどうにかするべきやと思うね。であとあの連射できる武器が増えすぎて、 BF1 本来のあれがなくなりつつあるから、そこら辺も調整必要かもわからないな、もしかしたら。はい、ということで、今回この辺で、ご視聴ありがとうございました。